今日ここで岡野待ち合わせなんだけど、ちゃんと来てくれっかな。あいつ17分遅刻してんだけど。おい、本当に来んのか、あいつ。ずっと待ってんだぞ、俺はここで。一人で寂しくよ。わあ、化け物、お化けよ。あ、よく見たらおかんだ。なんだ、あれが化け物じゃん。いやいや、急にこのとこからニョキって現れたらお化けにしか見えへんやろ。私ちゃんと今日は遅刻せずに来れましたわよ。はい、17分遅刻、死刑。あれ、え、遅刻しろ、え、嘘。ごめんごめん、まあ赤坂の予定ぐらい、まあ、ほっぱね。なんてドタキャンしてもいいんじゃないかってぐらいね、すっぽかしいでやろうと思ったけど。あ、もうじゃあ帰れ、遊ぼうぜ。ん、何をするのよ今日は。あ、とりあえずちょっとここの部屋入ろうよ。なにこの不気味な部屋。あ、大丈夫大丈夫大丈夫、入れ。赤坂も入る。あ、俺も入る。あ、オッケーオッケー、じゃあちゃん、いいよ、よいしょ。あ、いいねいいねいいね。なにこれ、なん不気味。ちょっと待ってね。あー、ちょっと、もう開けれないからね、このドア。開けれない、ね、どうするよ。え、なに、僕だけスペクテーターモードになりました。おっかん、え、今日はこの怖い部屋で24時間生活してもらいます。ドアが開けれないから出れないじゃないの。さあ、クリエイティブで透明化になりました。この姿おかんには見てないので大丈夫でございます。オッケー、完璧だ。赤坂くん、どうした。こんなんバカだわね、赤坂くん。なになになに、これ羊毛じゃないな、赤坂くん。羊毛じゃないよ。え、いや、バカな、お前バカな、これコンクリートブロックだけど、バカな。どこにおるよお前、てかどっからこれ声聞こえとんじゃんお前。ああ、これはこれ天の声だから。誰が天の声じゃお前。おん、じゃこんなんな、壁壊せばいける。あれ、あ、つらしワンチャンあったら壊せるんじゃない。あ、蹴んなよお前。あれあれほあれ、ほら、あれねねね、ほら言っただろ、お前はこの部屋から24時間出れないって。ね、ほんとに折れないんだけど。あれ、ここには大量のバリアブロックが仕掛けられてますからね。折れない。ん、あ、あ、やっべえ、折れちゃうじゃないの。弱いな赤坂君、こんな土ブロックでいけ。あ、おうか、ちゃんと地面も対策してるから出てれないように。バーカ、いらん対策すな。もちろん天井にも大量に払えてるから二度と出れないからね、24時間。うわ、天井もいけない。なんやこれ、しょうもない、ほんま本当に出れないじゃないの。もしかしておかん、この部屋が怖いの。ねえねえねえ、怖いの。ちょっと不気味だなって感じるだけで別に怖くはないんですけどね、全然ね。ああ、怖くないのか。まあそうだよね、そうだよね。もう寝ちゃってもいいわこんなところでね、本当に。ほらほらほら、寝たらお前逃げるでしょそんな。あ、ダメなの、寝るのは。ルールとして24時間寝るの禁止なんで。うわ、きつい、普通にきつい、このなんもない部屋で。いや、でもなんかテレビがあるんだよな、これ。なんなんだ、つかないな、何も。ちょっとこっからね、僕の声はミュートにして完全に一人にさせましょう。なんもつかないわねこれ。なんなんだこれ、赤坂。僕の声は聞こえておりません。あれあれ、さあ、ついにあいつ無視、無視。ん、もしかして今私一人ってことなのかしら。赤坂がどっか行って。まあここにいるけどね。こんな怖い部屋に24時間閉じ込められたくないと思った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。あいつ怖すぎてもう気絶してんだけど、こんな調子で24時間耐えれんのかこいつは。まあとりあえず、まあ、1時間ぐらいおかんのことこのまま放置してみるか。さあ、あれから1時間経っておかんはまあ狂ってゾンビになっちゃったね、ついに。ゾンビのモノマネしだしちゃった。いや、モノマネじゃなくて本当にゾンビになった可能性あんな。人って何もない部屋に1時間閉じ込められるとこうなっちゃうんだ。じゃあここでちょっとね、怖い仕掛け一つ用意しておきましょう。こちらですね、僕写真を今持ってるんですけども、こちらの写真を右クリックするとドーン、いきなり怖い写真がドアップで表示されるという仕掛けを用意しました。ということで、いきなりこれをね、おかんの場所に落としたいと思います。いきます、オラ。え、ん、写真何かしらこれは。さあ、右クリック押したらあの写真がドアップで出てくるぞ。よいしょ。ブッブッブッ、なんちゅうリアクションだよ。なにこれ、ちょ、なん、行きつけのスーパーマーケットの近くにいる謎の人物。
あ、左目に映ってるのはいつもおかんが言ってるお店ですね。もうこの店行けないわ。近くにこんな化け物がいるだなんて。いやー、どうしましょう。私このスーパーに行ったら呪われるってことだわ。絶対もう二度と買い物しないわ。二度と何も食べないわ。やば、こいつ二度と食べないのか。餓死するぞ。あ、いいこと考えた。この写真に写っていた模型を今ここに召喚させるか。ほら、怖い怖い、これやばいな。振り返ったら写真にいた模型が。この写真誰なんだろうな、これ本当に。あ、浮いた。ん、うん、うん、一緒じゃないの。やめて、来ないで、来ないで、来ないで。テレビぶっ壊しやがった、こいつ。やばい、なんか呪われそうだから、ちょっと設置しとこ、ちゃんと。よいしょ。なんかこ、あ、なんかよくわかんない実績達成してるし。へいえいえいや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 。ちょっとこれぶっ壊しそう、うん。振り返ったらいなくなってるっていう。いやー、ほんと怖い。はっ、キッキッキッ、いやー、まあ、そりゃそんな、ああ。まだ1時間しか経ってないのに、こんなの大丈夫かよ、こいつ。危ない危ない。失神したとこだったわ。泣いちゃった泣いちゃった。怖いわ。全然怖くないわね。こんなものね。いや、泣きながら怖くないって言っても信用性ないんだけど。プラス5時間ぐらい放置してみるか。さあ、あれから5時間経って今6時間経過したんですけど、なんかパソコンやってんな、こいつ。パソコン持ってきてたんか。よいしょよいしょ。いやー、パソコン楽しいなー。おー、なんかパソコンしてんなこいつ。こんなのあればこの部屋なんて24時間楽勝なのよー。こいつ怖い部屋でパソコンやって何とかしのごうとしてる。あ、待って、いいこと考えた。いきなりこの今ウカが使ってるパソコン閉じちゃうか。ちょっと様子を見て閉じるか。いいタイミング閉じてやろう。面白いねこの動画ね。動画なんて見てばもう余裕なのよ。おもろい動画見てるっぽいな。ちょっと閉じちゃうか。いきます。3、2、1、パカッ。パソコンが閉じた。開けるか、もう一回。パカッ、パカ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 パソコンまで呪われちゃった。私のせっかくのあの逃げのグッズがあれ、ちょっと気のせいかしら。もうバグだよね、パソコンのね。いや、パソコンがバグってパカパカなるわけないだろ。大丈夫だよね、これバグだわよ。バカ、怪奇現象だわこれは絶対。パパ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 カーン。なんかリズムを刻んでるわ、パソコンの開け閉めが。どうしましょうどうしましょう。もうパソコン見るのも怖くなっちゃったじゃないか。またゾンビになった。あー、またこいつゾンビになっちゃったよ。なこいつクルーのゾンビになっちゃうのかな。まあ、このパソコンは普通に没収だな。あれ？こうされた。え、私の。おい、どっと誰じゃ30万のパソコン、私の。あ、どうもどうも。30万円。私です。30万円したのに、もうどこ行ったのよ。私がぶっ壊しました。いや、さらにね、ちょっと4時間ぐらい放置しようかなと思います。さあ、あれから4時間が経って、今10時間経ちましたね。何してるのかな。エンダードラゴンだぞ、エンダードラゴンだ。うわ、一人で黒い壁に向かってエンダードラゴンだ、エンダードラゴンだって言ってるの悲しすぎるな。じゃあエンダードラゴンだ、怖ーい。え、よいしょ、バーオエンダードラゴンだぞ。うわ、こいつやばい、やっつけちゃうぞ。一人で会話してる、一人二役してるこいつ。やめて、エンダードラゴン。まあ皆さんね、ここにね謎のテレビがあると思うんですけど、実はこのテレビはですね、つけることができるんですよね、実際に。ということでちょっとつけたいと思います。おかんがテレビを見たぐらいのタイミングでつけるか。まだ寝かけてるな、寝かけてるなこいつ。まだ今向き的にこれテレビの方向見てるから、今つけるか。いきます、せーの、よいしょ。眠くなってきた。うわ、なにびっくりした、びっくりした。砂嵐、また消えた。ちょっと不気味、ちょっと何ちょっとやめて、怖いって。何これ、壊していいの。いや、壊すな壊すな、何お前壊そうとしてんだよ。壊したら壊して呪われそうだわね、このテレビ。いや、いきなり砂嵐はね意外と怖いと思うんだよね。誰かいるのかしら、これ。なんか勝手についたり消えたりしてるけど。うわー、10時間前ぐらいに見た模型が現れましたね、急に目の前に。あなたたち、あなたたちが私のことを呪おうとしてるのかしら。あ、やばいやばいやばい、あ、やばい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 、おかしくなった、おかしくなった。おお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 お
この調子だと14時間耐えれんのかな、こいつ。もう10時間ぐらい放置するか、このまんま。もうやめて、もうやめて、もう誰も何もやんないで、もうやめて。さあ、あれから10時間が経って今20時間が経過しました。なんか平気そうだな。もう何も起きないわね。もう何もないのかしら。このまま24時間経って私はもう脱出なのよ。ただ真っ暗い部屋にいるだけじゃないの。こんな目つぶってるのと変わらないわ。何もちょっと調子乗ってんなあいつ。怖い仕掛けを用意しないと今すぐに。急にここになんか謎の人現れたりしても面白いかもな。じゃあ自分のドッペルゲンガー出現させるか。よいしょっと。んうん、私がいる。ちょっと待って。てかさ、自分と同じ人に会うと死ぬって言うわよね。ああ、気絶しちゃった。じゃ、気絶した間にこのドッペルゲンガー削除しようっと。ああ、ゆうくん。あれ消えた。よし、じゃ、ここにラストスパート。火災報知器を急に鳴らしたいと思います。見間違いだったのかしら、ね。とんでもないでかい音が鳴るからびっくりするはず。いきます。せーの、うらー！うわー、なに、ちょっと、うるさい、なに、めっちゃうるさい。壊す、え、どこ、あ、うるさい、壊す、うるせー、なに、めちゃくちゃうるさいし、これ。何よ、逃げろってことかしら。逃げれないけどな。ああ、びっくりした。ああ、うるさい、何個出るのよ、これ。さあ、あれから4時間経って、24時間達成したんで、行きたいと思います、ネタ話。よいしょー、おいあ、な、あれ、え、あ、おお、赤坂無事、24時間達成。あー、やっと、もう気が狂うとこだったわ、本当に。てか、気が狂うとこだったんだけども。おー、なんだ。まあね、一つ言いたいことはね、赤坂くん、はい、ね、あ、何閉じ込めとんじゃー。